おはようございます、陣ひろしです。今日は韓流スター風な写真の撮られ方ということでお話しさせていただきます。つい先だったんですけども、7月にある J-BOYSショー、3日間、今年はJ-BOYSメーベリレビューなんですけれども、3日間しかできないんですけども、芥川龍之介さんの作品からイタセクスアリスっていうタイトルが決まりました。そのついでにスチール撮りがあったんですけども、プロクの写真をみんな撮りたいって言い出したので、僕は売り込みの写真っていうよりか韓流スター風な写真の撮られ方ということで、写真をいろいろ撮られてみました。韓流スター風って一体何なのかっていうことなんですけども、演技の仕方もそうですけども、写真の撮られ方もそうなんですけども、日本の俳優とかダンサーに比べると、全体的にメイクアップはちょっと男性も女性も強いんですね。そして微妙にアイラインを入れています。そしてこの D ゾーンっていうところにもうハイライトっていうので、少し明るくして、なんていうかな、奥行きを出すようなメイクをしてるんですね。で、映像になると、いや写真になるとそれがすごくイケメンとか美女になったりするわけで、映像とか動画はとか写真の場合、その韓流スター風の撮られ方もとてもいいかなというふうに思っています。で、日本人俳優の場合はもうちょっとメイキャップが薄く、まず男性はほとんども今の時代ではアイラインを入れることは時代劇以外はないんです。そんなこんなでプレゼンテーションですが、写真ではいくらでもイケメンに見せることもできるし、また今度は動画の場合は表情が読まれますので、自分の良さをどうデモンストレーションするかっていうことを考えるといいかなと思います。今日は、J-BOYSっていうメールレビュー、夏のイタセクスアリス J-BOYSショーのスチール撮りを撮った時に、やった時についでに撮りました韓流スター風な、写真の撮られ方ということでお送りしました。この後写真をご覧ください。それでは。